スイスフラン交換に描かれたヘルベティア1881年発行のスイスの253チーム切手に描かれたヘルベティアバーゼルでライン川を眺めるヘルベティアヘルベティアはアルプス山脈とジュラ山脈に囲まれた大地からなる古代ヨーロッパ中央地域のローマ名であるほぼ現代のスイス西部に該当しその名前は現在でも私的に使われている紀元前一世紀 ヘルウェティ族と呼ばれるケルト人のグループがドイツ南部からスイスに移住した。最終的にはローマ人と接触することとなり、紀元前58年、カエサルの軍によってスイス内部に押し戻された。その後、紀元前15年にローマ帝国が現在のスイスの地にヘルベティア族州を設置した。ヘルベティアは長い間平和と繁栄を謳歌したが、 紀元260年、ドイツ人の信仰によりローマ人はこの地から去った。その後フランク人やドイツ人が入れ替わり立ち替わりその地を支配したが、最終的には1291年8月1日にスイス連邦が設立された。スイスは現在でも、4つの公用語のすべて、またはいずれかを使うことに不都合がある場合、その国名として、ラテン語のヘルベティアを使う。 郵便切手や、コインなどにその名を見ることができる。また、スイスの CCTLD である。CH は、カンフォードレシュを、ヘルベチカの省略形である。特筆すべきことに、いくつかの言語では今なお、ヘルベイシャという単語がスイスを意味している。アイルランド語では、エルバイス、ギリシア語では、ラムダベータイプシロンタウアルファー、そしてルーマニア語ではエルバティアである。ヘルベティアは、 スイスを象徴する女性になぞらえられる。スイスの母とも呼ばれ、長い害を着用し、やりとスイス国旗が描かれた盾を持つ。そして通常は編んだ紙と、連邦の象徴としてのリースを持っている。ありがとうございます。